人参があったらマジで作ってほしい無限ガリバタ人参の作り方。人参の皮を剥いて4センチ幅ほどに切り、4から6等分の食べやすい太さに切って、フライパンにバターを入れ溶かし、切った人参、顆粒コンソメ、おろしニンニクを入れます。炒め合わせてバターをなじませたら、水を入れ全体を混ぜに立たせ、蓋をして弱中火で8分煮ます。水分を飛ばし、塩コショウで味を調え、お皿に盛り付ける、または保存容器に移し替えて完成です。ガーリックバターの風味が病みつきになる美味しさですので、ぜひ作ってみてください。